はにわさんこんにちは。スネアなので連打に関して速さアップやアクセント付けの練習方法を教えてください。そうですね、速さとアクセントの練習でいうとやっぱアップダウンが、一番ベストなんじゃないかなと思いますね。アップダウン奏法っていうのが、ダウンストロークアップストロークをまあこう繰り返してるっていう感じなんですけど、このアップダウンをやることによってスピードアップもできるし、まあ、この、アクセントもつけれるし、まあ、抑揚も出せるしっていうことなんですけど、大体このアップダウンを使って叩くときは、この右手のアップダウン奏法とこの左手が、お互いがお互いに釣られてしまってえらいことになったりするんですよ。なので、ある程度、その、叩けるようになってきたらというか、もうざっくりこのスネアの上で、できたら、場所を変えちゃってやってみた方が良かったりもしますね。なので、叩く場所をこうスネアだけじゃなくて、右手と左手を叩く場所を変えて、手をなんか移動しながら叩いてもいいですね。右手と左手をそれぞれ独立させて叩くっていうことを意識してもらうといいと思いますね。まあ、言ったらこう速い高々ってそうね、それぞれこう弾ませてるものをこうガチャッと組み合わせてるような感じなので、なのでまあある程度慣れてきたらこう他の場所に移動しながら練習してもらうのはいいかもしれないですね。はい。